久しぶりにカヤックでジギングに行ってみようと思います。去年のこの5、6月ぐらいにカヤックを出したら、毎回青物がすごくよく釣れて、しかもそれがどれも美味しくて、ヤズサイズとかでも油が結構乗ってて旨味が強くて美味しくて、でブリ系がすごくよく釣れるんだけど、ヒラマサもポツポツ混じるような状況で、すごく良かったです去年は。でそれが今年もなのか去年だけなのかっていうのもすごく気になります。それにもうしばらくカヤックも出せてないし、青物を釣りたいので行ってみようと思います。で最近気づいたのが、ジグはジグでこういうふうに入れておいて、針は針でまた別にしておくと良いなっていうことに気づきました。というのも、一個一個全部にこうジグに針をつけてたら、もう針がたくさんいるし、この中でぐちゃぐちゃに絡まるし、汚れたり錆がついたりあれしたり、ろくなことがないなと気づきました。こんな風にまずは釣り糸をただのリングのとこに結んでおいて、そしてこのアシストフックをつけます。でこれにあとジグを付け替えていくような感じにしたら、1個の釣り針でずっとできるなという感じです。まあ釣り針のサイズを変える必要がある時とかはまああれなんだけど、大体自分がいつもやってるようなのだと、あんまりこのサイズから特に変える必要もないし、だからジグをつけるときはこうやってダイソージグならダイソージグを、これがスプリットリングっていってキーホルダーのやつみたいになってて、こうやって隙間から入れてカチャってやればこんな風につきます。でこの指で持ってるとこに釣り糸側が結ばれてるような感じです。そしたら例えばこのダイソージグの 28g でやってみて、やっぱ軽すぎて水深がありすぎて重くしないとダメだっていう時は、針とかはそのままでまたジグだけこうやって外して、でここに例えばまた 60g のタングステンとかをこう付け替えたりしたら、針は同じだから針ももうずっといっぱい持たなくていいし、仕掛けの変えるのもすごく楽で早くて簡単だし良いなということに気づきました。おそらくそれが当たり前なんだと思います、釣りの世界では。今朝6時50分、岸から出てすぐ15メートルほどの磯際でもベイト、小魚の塊が映ります。これはイワシの大群が来ているかもしれません。真っ赤に映るベイトの群れをいくつか通過、そして20数メートルまで出るとベイトの周りに大型魚がついているような線が映り出しました。ここでやってみます。あ、落ちるジグになんか魚来た。下から落ちてくるジグになんか魚が一気に今向かってきてたんだけど、ああもう来ない。なんか今もそばに魚が来たっぽいんだけどね、この魚探のあれ見るとチラッと。早巻きストップやってみようか。着底。あ、食った食った食った、早巻きストップで食った。わ、群れがついてきてた。あ、なんかリアクション的なのがいいのかも。食った。わ、この魚探もすごい、急に群れが結構重い、しかも結構サイズいいかもしれない。これ向こうにやりたい。
もう結構上。えらいミュウミュウ言うね、このリール。ああ、青物じゃ。ヒラマサっぽいなんか。いや、どっちかわからん。おお、急にできた。はい、取れた。ヒラマサ？ブリっぽいね。ブレードのとこに早巻きストップで食った。なんかただ巻きじゃ全然無視されてたけど、これブリかな。なんか頭大きいし、でもすごい太い。やっぱ多分美味しいと思う。去年もこの時期美味しかったから。締めよう。食った。ん？寝魚？かな？寝魚っぽい。キジハタかな？キジハタだ、めちゃくちゃでかい。久しぶりに見たな、キジハタも。めちゃくちゃでかいじゃん、これ。すごいサイズなキジハタだ。あれにしよう。しっかりかかっとるけ。デカキジハタ。一応ベイト発見。ベイトの上になんか魚もいるような雰囲気。なんか岩があんのか。起伏があるかもしれない、ここ。あ、やっぱなんか魚がついてるね、ベイトに。食えばいいけど。あ、食った。いいの食った。あ、やばい、パラシュートなんかに引っかかる。いいじゃん、いいじゃん。
ついにいいのが食ったっぽい。あ、うわ、マジか、外れた。うわ、うわ、もったいない。